なんかね、私もともとワットソンすごい好きでやってみたかったんですよ。でもさ、言われまいってさ、いつもさ、まあまあちょっとエッチなコスプレをしてるじゃないですか。肌色多めじゃないですか。でもちゃんとそのキャラクターを好きでやってるじゃないですか。で、今回ワットソンやりたいなって思って準備してて、でもあれ、私コミケで胸が出てないことに対して、あれ、私なんかそのなんかここが出ていないと私価値ないんじゃないかみたいな、突然メンヘラになってワットソンを準備している夜に、なんか突然、あれ、ここが出ていない私って価値ないんじゃないかみたいななんか本当に突然深夜に思い始めて、なんか、あ、よりもいるんだ、ちょっとよりも写真撮りに行こう、あ、なんだ全然露出ねえじゃん、帰ろうみたいなさそうどうしようって、それで大丈夫かなって思いながら靴を作ってたんですけどそんなことがあったんですよ、あの前日の夜に。まあ、いざその現場でさ、着替えてワットソンになって、もう私パイロン抱えてこうやって歩いてて、そしたら、うわワットソンだとか、うわワットソンだって言ってくれる人がちょっと嬉しくて、まあ、その中でワットソンだって反応してくれる人もいれば、俺イオリモエじゃんみたいな反応してくれる人もいて、あーよかった、顔だけでイオリモエって認識されてよかったって私は思ってました。イオリモエってここだと思ってるんですよ、私ここを含めイオリモエだと思ってたんですけど、ここだけでイオリモエって判断してくれた人がすごいたくさんいて嬉しかったです。イオリモエは嬉しかったですちゃんとそのキャラクターを好きでやってるじゃないですか。